フジテレビ系連続ドラマ、テッパチ水曜午後10時、が本日9月14日放送、第11話で最終回を迎える。約4ヶ月間に及ぶ撮影期間を経て、主演の町田啓太と共演の佐野勇斗がクランクアップし、二人のコメントが到着した。本作は、陸上自衛隊を舞台に防衛省の全面協力のもと、車両やヘリコプターなども実際に陸上自衛隊で使われている本物の機材を使用して制作される、青年たちの成長と熱き思いを書いたオリジナルストーリー。厳しい訓練を終えて自衛官となった国生空、町田、馬場義成、佐野、をはじめ、教育をした幹部自衛官で教育隊中隊長、八女淳一、北村一輝、紅一点の美しいエリート女性自衛官、桜間冬美、白石舞も交えて、未熟な若者たちが陸上自衛官になるべく、様々な厳しい訓練を乗り越え、現実の厳しさ、夢や希望、友情や恋愛など、日々壁にぶつかりながら、誰かのために命を懸けられるのか、自分がやりたい本当のこととは、と悩みながらも奮闘していく様子を映し出している。音楽隊への入隊を目指して陸上自衛官となった馬場を演じた佐野は、馬場とは真逆の性格でやけっぱちな気持ちで入隊し陸上自衛官となった空とのシーンが最後の撮影となった。佐野は、一足先に、お疲れ様でした。第1部、2部とあって結構大変な作品だったな。問われながら自分の役者人生を振り返っても思っております。本当にスタッフの皆さんをはじめ、キャストの仲間に助けられたな、と心から思います。何よりバディである町田さんに本当に救われました、と撮影を回想。さらに、隣にいた町田の顔を見て、寂しくて、悲しくなりますね。やばい、泣きそうだ。町田さんの顔を見ると気持ちがね。クランクアップで泣くなんて数年ぶり、町田さんには、本当に感謝しています、とバディとして共に歩んできた町田への感謝の思いを伝えた。その後に別のロケ場所へ移動し、町田の最後のシーンを撮り終えると、スタッフから、国生空役、町田啓太さんオールアップです、との声と共に、ねぎらいの声と盛大な拍手が送られた。すると先に撮影を終えて帰ったはずの佐野がサプライズで駆けつけて、町田は、あれ？なんで？佐野からの花束を受け取って、ありがとうと驚きの声を上げた。